おっと、今日使う教科書をバッグに詰めたままだった。仕方ない、リトに見せてもらうか。リト、悪いけど教科書見せてくれないか。リト、聞いてるか。リトちゃん、ちゃん付けしないで。教科書なら私じゃなくて反対の鬼塚さんに見せてもらって。あの子、そんなグレイトなティーチャーっぽい名前の人だったんだ。ちょっとクラスメートの名前を覚えないよ。いやでも、あんまりよく知らない男子転校生に教科書見せるのって緊張するじゃない？なんか悪いじゃないか。鬼塚さん元ヤンだからそういうの気にしないと思うけど。おいおい、セリフすら発してないくせにすごい勢いでキャラが立っていくじゃないか。これじゃますます日和が薄まるぞ。薄りになるぞ。なあ、ふと思ったんだけど、授業中におならしたくなった時って女子はどう我慢してんの？窒息しながら苦しんで死ね、ケシカス。リトの好感度またがっつり下がったけど、そんなことより気になってしまうな。後で日和にでも聞くか。そらもうすかしっぺよ。いよいよ綾香のお家ですね、たくまさん。ああ。到着です。おお。お邪魔します。君がたくまくんかい。はい、今日からお世話になります。瀬戸田たくまです。よろしくお願いします。そうかいそうかい。俺は夜はかり龍之介、彩香の父だ。彩香がどうしてもって言うから許可したが、俺の目が黒いうちはこの家で人並みに幸せな生活を送れると思うなよ、小僧。重々承知の上でございます、お父様。誰がお父様じゃ。彩香、たくまくんのことはパパに任せて先に部屋に戻ってなさい。お父さん、もしたくまさんに変なことしたら彩香許しませんからね。安心しなさい、変なことはしないから。変なことをね。動じるな、相手のペースに乗ってはいけない。ここで迂闊なことを言っても俺の立場が悪くなるだけだ。努めて俺もにこやかに害のないことをアピールするのだ。とりあえず金玉潰しておけばいい。彩香ちゃん、彩香ちゃん助けてー。貴様、早速本性を現したな。
誰でも男の尊厳の危機ともなれば叫びますよ。たくまさん、もうやっぱりお父さん、たくまさんにひどいことしようとしましたね。違うんだ、あやか。ゴキブリが出たわけなんだ。それでちょっとびっくりしてしまったようなんだ。そうだよな、たくま。うんって頷けと。ごめん、あやか。びっくりさせちゃって。ゴキブリが我が家に。もうおしまい。燃やすしかないわ。お母さん、その手に持ったライターを離して。マリカ、落ち着きなさい。ゴキブリはその、もうパパが駆除したから大丈夫だ。だからな。1匹見たら100匹いると思いなさいって昔おばあちゃんが言ってたわ。やっぱり燃やすしか。100匹駆除したから。いや、もうこの町のゴキブリは全てパパが駆除したから、根こそぎ絶滅させたから。ほら、お父さんもこう言ってますからね、お母さん。あ、今日からお世話になります、瀬戸田拓馬と。やだ、男の子いない。やだ。うちの妻に何をするんだ。どう見ても被害者は僕ですが。それ以上近づかないで。じゃないと燃やしちゃうから。お父さん、とりあえずお母さん連れてリビングに。ああ。その、彩香さん。すみません、うちの母、マリカって言うんですけど、ひどい潔癖症で、特に家族以外の男の人見るといつもあんな感じで。いつもあんな感じなの？俺が言うのもなんだけど、泊まるのは遠慮した方がいいんじゃ。ダメです！たくまさんのことは彩香が守りますから。彩香、そこまでして。うちはこんなんなので、今までまともにお友達も呼べたことないんです。呼べても同じくらい変ななあちゃんぐらいで。でもたくまさんならきっと耐えてみせてくれると思って。耐えること前提？俺は見た目ほど頑丈でも精神的に仏でもないよ。些細なことでもブチ切れるカルシウム不足な若者だよ。うちではお兄ちゃんって呼んであげますから。よし、任せろ。お母さんは3メートル以内に近づかなければ着火されることはないと思いますし、お父さんもなるべく彩香がそばにいますから。お兄ちゃん、もう一回お兄ちゃんって言って。はい、お兄ちゃん。ご褒美かな。違うと思います。こら、マル、たくまさんに謝りなさい。マル、この家やばない？兄ちゃん、やるな。おっと、見られていたか。姉ちゃんに壺吐きかけられて、そんなに冷静だったの？兄ちゃんが初めてだよ。さて、
どう口封じしたものか。彩香の弟か。うん、僕バンって言うんだ。兄ちゃんタクマだろ。彩姉ちゃんから聞いてるよ。さっきの子マルって言ったか。あの子は彩香の妹でいいのか。そうだよ、マル姉ちゃん。彩姉ちゃんに近づく男のこと大嫌いだから気をつけた方がいいよ。なるほど、シスコンなのか。なあ兄ちゃん。その兄ちゃんってのやめてくんない。なんでだよ。彩姉ちゃんにお兄ちゃんって気持ち悪く呼ばせてんだから、僕だって兄ちゃんって呼ぶくらいいいじゃんか。ああ、そうだな、好きに呼べ。何も考えてなさそうな顔してるくせに意外とやるな、こいつ。兄ちゃん、とりあえず僕の部屋来てよ。あや姉ちゃん戻ってこないし。変なことしない？僕のことを何だと思ってるの？今のところ兄ちゃんの方がよっぽど変だからね。さて、エロ本探すか。待ってよ。隠しきれてると思うなよ。姉ちゃんや母ちゃんにはとっくに見つかってると思え。つまりお前の性癖は家族に筒抜けだってことだ。ほう、年上好きか。趣味が合いそうだな。なんで兄ちゃんは初対面の姉ちゃんの弟の部屋で好き勝手できるの？俺がお前の兄ちゃんだからだ、弟よ。兄ちゃん！なんてちょろいやつなんだ。二人きりの時はお兄ちゃんって呼んで。僕いるんだけど。っていうか、あや姉ちゃん勝手に入ってこないでよ。さっきはすみません、うちの妹が。無視しないで。もうお姉ちゃん、今はたくまさんとお話ししてるの。お兄ちゃんって呼んで。あや姉ちゃん大丈夫？やっぱりこの人ちょっと変だよ。姉が二人もいる分際で俺を変人呼ばわりとは、この年まずきめ。わあ！うわあ！すっかりダンに懐かれてますね。お兄ちゃん。変わって。いっそ弟でもいいから俺と変わって。どんだけ羨ましいの。すごい、ちゃんと女の子らしい部屋だ。お兄ちゃん、京姉と日和のところで何を見てきたんですか？でも、なんだあのキメラは。どうしましょうか。パパがお菓子を持ってきてあげたぞ。お父さん、入ってくるときはちゃんとノックしてください。たくまくんがいるんだからいいじゃないか。それとも何かパパに見られてまずいことでもしていたのかな。もうお兄ちゃんとはそういう関係じゃないんですから。変な勘違い
いしないでください。そうかそうか、これはすまないことに、いっちゃ、うん、違うんです。早くお父さんは出てってください。これからいいところなんですから。いいところ誤解なんです。君はうちの娘のことをどういう目で見ているんだ。実の妹のように。姉様の妹は私だけなんだけど。まるまで、ちょうどいいからさっきのことたくまさんに謝って。唾吐きかけてどうもごめんなさい。このクソロリコンが。誰がロリコンだ。それ以上汚らわしい目で清純な姉様を見るの。いいぞマル、もっと言ってやれ。父親だからって姉様の部屋に勝手に入らない。はい。立場弱っ。姉様、こいつは危険です。今からでも遅くないですから、どうか止まらせるなんて暴挙をやめてください。あの綾香がダダをこねている。ああ、いいじゃん、ここにいたのか。なんだよ、トイレ行くとか言って綾姉ちゃんと密会しないでよ。僕と遊ぶ約束したろ。悪いな、でも綾香に誘われたら断れないだろ。そこは断ってよ。男との友情を大切にしてよ、翔太君。何でもかんでも言いがかりはよしてくれない。ダンはやるから、彩香には近づかないでくれ。父さん、僕のこと売らないでよ。いりませんから。みんなご飯。あやちゃんのお友達じゃない。たった今あなたにぶっかけられたせいなんですけど。あなた一部始終目の前で見てたでしょ。父さん、母さん、ご飯なんでしょ。早く食べようよ。ほら。大丈夫ですか。ありがとうな、彩香。できればマリカさんにあれは人にかけちゃダメなものだって教えてあげ。不老人の分際で姉様の私物を汚すなんて許されない。まあ、どうしてみんなお兄ちゃんのこと邪険にするの。私の姉様になんて気色の悪い呼び方をさせてるの。怖い、目が怖いです、妹様。お兄ちゃん、ほらまた拭いてあげますから、こっちを向いてください。おう、悪いな、彩香。自発装填してるけど、あの子。勘違いしないでください。ガムを噛んでいるだけです、姉様。お行儀悪いから静かに噛みなさい。あ、いけない。こんなところまで汚れちゃって。一瞬の隙を見逃さない連射。どんだけ唾吐き慣れてるの、この子。この俺、瀬戸田拓馬は口の悪い小娘程度に遅れを取るような男ではない。ほーら、次打ってこいや。いくらでも舐め取ってやるからよ。やはり危険。姉様、
夕食が冷めてしまいますから先にリビングへ。その男は私が代わりに拭いておきますので。マル、たくまさんにちゃんと謝るのよ。ではお兄ちゃん、先に行ってますね。ああ。今すぐ土下座して謝ったら、さっきのことは黙っててあげる。それはこっちのセリフだ、馬頭姫。俺にまた唾吐きかけたとことに、綾香にバラしてやってもいいんだぞ。この私を脅すつもり？俺が言うことでもないかもしれないけど、男だからって遠ざけてたら、綾香にいつまでも素敵な出会いが訪れないだろう。姉の幸せを思うなら、黙って見守るのが筋じゃないか？はあ？何を勘違いしてるか知らないけど、姉様に出会いなんて不要。なぜなら生涯にわたってこの私が養うから。筋金入りのシスコンだな。じゃあそのシスコンの唾液舐めて喜んでる男は何なの？クズなの？姉様を妹扱いしてるようだけど、例えばあんたに姉様みたいな可愛い妹がいたらどう思う？異性との出会いなんて不要でしょ？確かに。って確かにじゃねえよ、バカか俺は。いいかい、綾香妹よ。君と俺は粘液交換をした仲、つまり夫婦になったようなものなんだ。今この場でねじ切られたいの？何を？分かったのなら今すぐ姉様のことは忘れて、寒空の下で全裸になって踊って国家機関に捕まって。出ていくまでは分かるが、なぜ逮捕までされなきゃダメなのか。本当に姉様のことを忘れられる人間なんてこの世にはいないもの。なんで黙るの？死ぬの？死んで。死を畳みかけないでくれ。一度だけ忠告しておくけど、もし姉様にちょっかい出したら、私は逮捕されたって構わないから。捨て身の忠告。私はお前をいつでも見ている。見られてる。兄ちゃん無事だったか？ある姉ちゃんに罵倒されてもびくともしないなんて、さすがだね。正直あの子にもお兄ちゃんって呼んでほしい。呼ばれながら罵倒してほしい。びくともしないけどびくびくしちゃう。兄ちゃん気持ち悪いけどたくましいな。たくまですもの。すまんな。ちらちら。すこぶる食べづらい。あれ、綾香どうしたの？お前はいいわ。なんでだよ、僕も仲間に入れてよ。だってあっち父さんと丸姉ちゃんがすっごい怖い顔して黙々と食べるんだよ。それはいけないな。ご飯は楽しく食べなくちゃな。ほれ隣座っていいぞ。俺だってあんなところでご飯は食べたくない。そうだ綾香、今日俺はどこで眠ればいいんだ？もう
し訳ないですけど、ダンの部屋でも大丈夫ですか？ああ、俺は全く構わないけど。え？僕の部屋？ダン？タクマさんと一緒は嫌なの？俺とお前の仲じゃないか。何恥ずかしがってるんだよ。違うよ。さては兄ちゃん察しが悪いな。なんだと？敏感系主人公全一の俺に察しが悪いと？敏感系って卑猥です。なんで？まあいいや、明日から休みだけど、兄ちゃんだって一日中家にいるわけじゃないもんね。ああ、そういや明日は土曜か。することないからいるぞ。え、いや、どっかでこけてよ。引きこもりじゃないんだから。あ、そうだな。日和のとこにバイトしに行くかもしれないけど、基本お前の部屋にいてやるぞ。あや姉ちゃん、兄ちゃんと遊んでやって。お外で元気よく遊んでやって。すげえ、足がピンって伸ばせる。しかしなんというか、さすがに5人入った後だと家族の風呂って感じの匂いがするな。こうなるよな。違うよ、兄ちゃんの裸なんて見ても嬉しくないから。嬉しくないのか。はい、これ。母さんがお風呂入ったら掃除してって。じゃないと明日自分が入れないからって。もうそれ、たとえ俺が掃除したところでダメなんじゃない？ま、お風呂掃除ぐらいするさ。世話になってる身だからな。隅々までツルピカリにしてやろう。そう。ちなみに結構かかりそう？あ、そうだな。まだちょっとゆっくりさせてもらうから。わかった、頑張ってな兄ちゃん。露骨に怪しいな。何を企んでいるんだ？